松平氏。松平氏は、室町時代に起こった、三河国加も軍、松平郷、愛知県豊田市、松平町の在地の昭和族であり、後に、江戸幕府の正医大将軍家となった徳川氏の母体である。室町時代は、伊勢氏の悲観として活躍した。江戸時代は、徳川将軍家の一門、あるいは将軍家と祖先を同じくする不代の家臣の、姓となり、 あるいは将軍家が、勢力、格式ある戸様大名に授けた称号として、役割をも果たしたせいである。松平氏について、同時代史料で確認できる、最も古い記録は、三代松平信光以降についてのものであり、それ以前は半然としていない。後世の徳川氏、松平氏の系譜によると、徳川氏の祖となる松平近志氏は、 生は源氏の日田氏の支流で、上野国神伝新田軍日田総徳川号、江川、現在の群馬県太田市、徳川町を四所地とする徳川二期、世良ヨ徳川三郎義秀ヨの後裔と称する自習の僧で、松平号の領主、松平太郎左衛門将尉、信重の娘婿となってその名跡を継ぎ松平、近志氏を名乗ったという、親父とその弟、 おじともあるいはその着手とする。太陽屋の代には、松平高近隣に勢力を拡大したらしいが、同時代の資料にその名は見えない。おそらく親氏以前の記録は、家康が経図を整える頃にはすでに失われていたものと見られる。同時代の資料によって実在が確認できるのは、親氏のことも、安地下のことも言われる三代の松平信光で、 室町幕府の万所執事の伊勢氏の悲観となり、京都に出資したと記録されるのが武家としての松井への書室である。これにより三河の足利将軍家直轄領である御両所の経営に食い込んだ信仰は、松平号から見て、南の平野の玄関口である、かた郡岩津城、岡崎市北部岩津町に居城を移すと、西三河の平野部に勢力を拡大し各地に諸子を、 文法して十八松平と称される、多数の文化を創設した。また、同じ頃、干渉年間に、大見国菅浦僧、大浦僧、滋賀県長浜市西屋在町菅浦、大浦に派遣さた京国市の大官に、松平松親という人物がおり、菅浦住民と対立した際には、三河からも援軍が来たと記録されている。この、大見の松平氏も、 三河の松平氏の同族の一人と考えられている。三河の守護は一式氏であったが、山梨の与党でもある一式氏の勢力を恐れた、室町幕府六大将軍、足利義則は三河守護、一式義村を暗殺し、暗殺に、功のあった官僚細川氏の一族細川持常を突然、三河守に任じた。これにより、三河国内は内戦状態になり、 井の口取りで、岡崎市政の口町を拠点としたぬかた軍一揆も、生じた。この機に乗じた、幕府万所執事、伊勢貞地下観の北三の松平信光や、尾張出身の戸田光が勢力を伸ばした。応仁の乱では、松平信光は、三河守護、細川重之と共に、三河復権を狙う一式市を破った。なお、松平氏は、 信仰の時の内室が一式宗義娘であるとされ、一式氏と隕石関係にあったとされる。戦国時代に信仰は岩津から南下し、岡崎城や安城城を勢力下に置くなど勢力を広げ、自身の子を分立して、竹や松平家、安城松平や片野原松平家、岡崎松平家、大草松平家、小井松平家、福津松、 平家、農民松平家、丸根松、平家、牧内松平家、長沢松平家といった文家を各地に置いた。信仰のこのうち、壁海軍安城城、安城市を与えられた安城松平家初代の三男、近田,田、千五百一年没。後宗家四代に数えられるは、伊田や、岡崎市伊田町周辺で、中城市らを破り武勇を挙げたほか、当初与えられていたかも、 他郷、岡崎市、鴨田町の館跡に、増上寺解山聖佐と孫弟子の具体を呼び松平氏、菩提寺大輝寺を建立した。また、聖佐都市弟子の両赤月を解山として、大恩寺、愛知県豊川市水戸町を起こし、同時で学んだ大恩寺の尊牛は、浄土州総本山地温院十字を務め皇室との関係を深めた。地方の着死長地下、1544年没。 五代は、三河に進攻してきた、北条総運を、岩津城海だや、岡崎市伊田町周辺で破ったが、これらの混乱の中層家、岩津松平家は滅び、代わって、安城松平家が勢力を拡大し、松平総家化するとともに、戦国大名へと発展していった。この安城松平家に仕えた家臣は、安城不代と呼ばれ、徳川最古産の家臣として、流液機関及び、 三河物語に記載されている。とりわけ、堺氏は松平公時代からの家臣で、松平氏の同族とも言われる。七代清康による山中城攻略、岡崎城攻略以降の時代は、山中府大、岡崎府大として、二番目に記載されている。徳川家臣団の形成に、安城城時代が大きな影響を及ぼした。海西三河と風土記に、 三州十八松平家のこと、徳川家是派ゴ本家を指して言う。正康より、岡崎城を清康君に検じ徳川家安城岡崎を、権領したもうと記載されており、本家分家の関係が詳細に記述されている。安城松平家の台頭後も、宗家の座を狙う松平一族の間に内紛が、続き、六代に数えられる、信忠、1531年没は、 一族を抑えられず、1523年に父、長親の命で若くして隠居させられた。代わって13歳で家督を相続した七代清康、1535年没、は翌年、岡崎松平家の三中城を攻略。明大寺城、岡崎城を取得し、本郷を岡崎に移した。岡崎の地では、城下町形成や、岡崎五人衆、大館、 小城間体制などの整備を行った。清康は、鴨軍、厚見軍の諸豪族を攻めて、北三河、東、三河まで服属させ、三河の統一を進めたが、西に転戦して、尾張へと進出したところで家臣に刺殺されてしまった、森山崩れ。八代博多田、1549年没は父清康が、死んだ時十歳の幼さで、三河と内紛状態となった。 松平一族を投御できず、駿河の戦国大名今川氏の日ご下に入った。混乱の中重要拠点の安城城は織田に奪われ、現在の岡崎市内で織田対今川、松平連合軍の間で小豆坂の戦いが行われた。しかし、父清康時代の勢力を取り戻すには至らず、若くして死んだ。広忠の着手武千代、九代、服して元は、 今川氏の人質として、駿府に送られ、松平氏の三河支配は、実質的に中断を余儀なくされたが、永禄三年、1560年の桶狭間の戦いで、今川義元が廃止すると、大樹寺住職の説営を得て、生誕地の岡崎城に戻り、やがて、今川氏から独立し、なお、松平家康と改める。家康は、三河を統一すると、年、 1566年に直居を得て、先祖劇以来の徳川の名字を復活させると、さらに、家事である徳川氏に改めた。ただし、徳川の名乗りは家康一家のみが名乗り、松平諸家の姓は松平に止めた。家康はこれにより自身の家系を、松平一族中で別格の存在としてない外に、完全に認知させることに成功し、18松平諸家は、 徳川氏の親族ではなく家臣の格である、不代に位置づけられた。家康は徳川の名乗りを自身の子孫の中でも将軍家、古参や、後に古参教も許されるの着流にしか認めなかったため、代わりに松平の姓は家康の血を引く審判の多くの家で用いられることとなり、その後も徳川家が繁栄するにつれ、松平を称する家は増え続けた。また、 豊臣氏の橋場同様に、徳川氏と遠赤関係にある一部の有力な府大、大名や戸様大名にも松平の名乗りが許され、これらの諸家は江戸時代には交渉において松平の姓を用いた。しかし王政復古後に、新政府は徳川義信が朝敵であるため、松平姓を称するのは不適当であるとして、慶応を年。 1868年1月27日に本世に服するよう布告した。これにより、市政によって松平氏を称していた一族は本来の名字を名乗るようになり、18松平に連なる一部の松平や、桜井松平家、小牛松平家、滝脇松平家も松平氏を改めた。現在の子孫は徳川松平はじめ門の会に所属し、 その会員数は約600名である。三代信のは、カモノあるいは原生を称していたことが知られる。元来、カモであったのを原生に改めたものと見られる。三葉葵のカモンもまた、カモノに由来するとも見られている。七代清康は、生は源氏、原生余量伝子と名乗ったこともある。九代当主となった家康は、今川からの独立直後である永禄四年。 1561年に発給した菅沼氏への安土状において、源の元康と称して、お、菅沼家父、久能山東照宮所蔵文書、永六四年から六年の間に、五点の成分を含む六点に、現時の署名が見られる。家康の徳川改正と助釈の際、吉田兼右が、までの工事家の文書を調査した結果、新田市徳川氏が二流に分かれ、一方が、 藤原聖となったという宣例が発見された。この件には、この江崎久が関与しており、その経緯を子である、この絵信忠に送った書状が現存している。このため、家康の助赦は、藤原家康として行われ、以降家康も、藤原氏を名乗った。笠谷和彦は、現氏の統領である、足利将軍家に、家康がつてを持たなかっただけでなく、 将軍家が当時当主不在であるという異常事態を迎えており、取り次ぎを行った。この江崎久が簡易創生を行うためは、藤原氏一門である方が好都合であったという指摘を行っている。米田祐介が幹務である、身武家文書にある口、線を調査したところ、天正十四年、1585年の県中納言、就任以前の口、線はすべて藤原姓であるが、 天正15年、1586年などは、不明であり、天正20年、1592年9月、徳川家を聖画の価格とする、聖画なりの発給の際には、厳正となり、以降一貫して、厳正を称していたことが、明らかになっている。米田は、源氏改正を、天正20年と見ているが、笠谷は、樹落行行期で家康が、 大納言源家康と署名したという記事を指摘し、天正十六年の呪落大行行頃の時期であると見ており、足利義明の出家による将軍家消滅が契機であったと見ている。以降の現存する発給文書でも厳正となっている。歴代当主や系譜関係は諸説あるため、ここでは一例を示す。各藩の記事は幕末におけるものを表示、文家が 複数にわたる場合、それらを併記したものもある。また一部会議記事の範を記載する。また、水戸よりふさは1636年、官営13年7月に、徳川市政されるまで、松平政であった。江戸幕府開府以降、徳川氏は、松平氏と、血縁関係のない有力大名にも、松平の名字を名乗る許可を与えた。 これらの大名は公的な場では、松平姓を名乗り、本来の名字は使用しなかった。ただし、松平姓を名乗ったのは、当主と将軍家への披露が済み、乗位人間を受けた聖師に限られ、披露前の聖師や一族は、本来の名字もしくは別の名字を名乗った。慶応4年の新政府命令により、これらの一族は本性に服した。江戸時代初期に廃絶した一家の大名家も、 松平の称号を与えられていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。